じゃあ絶妙なタイミングで外出していただきましょう。それではお姉さんお願いします。待ちの場所です。セクシーです。ね、はい、2枚、2枚の名刺、こちらにも2枚の名刺が入っています、ね、もちろん場所をすり替えたりは一切しないですけども、名刺その横にあるカードも一緒に出しておいてはいけないです。さあこちらにも2枚入ります。後ろから見るといいです。こちらですね。さあ見てみましょう。まずこちら1枚目のカードです。クイーン、いいカードですね。そしてこちらが2枚目、ちょっと微妙こちらちょっと微妙あ、すごくいいカード。全然関係ないですね、このカード。でも実は僕の名刺がすごく関係してます。この名刺を見てあげると、ここはフライヤーに合ってますよね。そしてこちらがスピードバックです。そしてこちらがこちらがクローバーのエースとハンドル。ここに写真の名刺がありますけど、この裏は何も印刷されておりません。真っ白です。このように叩いてみます。こちらのカード。全てのカード。さあじゃあこのままですね。あ、すいません。さあじゃあこのままですね。ちょっと違うマジックをやっていきたいんですけども、絶対カードはもう使わないのでしまっておきたいですね。それとあとこれは一応ちょっと。めちゃめちゃ面白い。ありがとうございます。さあじゃあ名前を覚えていただいたところで次のマジックに行ってみたいと思います。